客様、もうちょっとお金をください。このカフェを防ぐために久々に仕様な仕業みたいなことだよね。1駅用のがで、これは2駅もうこれ取って320だね。これだって15本ぐらいやってくるのか。今なんかもう下げ合いしそうだからさ、俺もね、まあ本当目立つとこだけだろうね。と、まあ、これ全部が全部いったらまた少々叩かれるんだけど、これだけロスが出るけど、これまたこれに戻すんだろ。それぐらいのことをやってさ、何百円の世界で俺はやっとるわけじゃん。20秒って本当思うもんな。なんかクソだとかバカだとかさ、中卒のアホンだなとかさ。何これお前どんなカブトやったらあかんぞ。何これ、ヘルメットです。そこ知っとか戦争で使ったやつだろ。ヘッドホンのな、アメリカと戦って勝ったやつだろ。勝ってないけど引き分けか。こんなのかぶってやってないだろな。こんな怖いぞ。こんなお前らベトナム人がやって、お前らがこういじっとるもんねんけど、お前日本人がこんなんいじったら、お前めちゃくちゃ叩かれるぞ。お前こうやったら、ヘッドホン舐めどんかとか言って怒られるぞ。お前な、戦争だろ、戦争のあれだろ。違うの、ベトナム兵のヘルメットじゃないの。ヘルメットじゃないよ、ロシー。あ、そうなの。そうそうそう、あ、戦争で使ったやつじゃないの、うん、ベトナムのベトコン、ベトコン、ベトコンって言うじゃん。戦争のやつ。あ、違うの。違う、違います。アメリカに唯一勝った国だろ、ロシー。ベトナムやべえだろ。あ、ロシアのヘルメットじゃないの。そうそうそう、あ、ヘルメットじゃないです。ロシー戦争で被るやつだろ、あれ。戦争だろ、はい、戦う時に被るやつ。はいって言ってるじゃん、こいつ。お前違うだろ、戦争の時に被るやつじゃないの。違う、本当。普段から被る、普段被る戦争だろ。じゃあこれ戦争だよな。お前いい気持ちしろ。そう、ヘルメット着た。そう、後悔ない。写真かこれ。まだ戦争だよな、はい、兵隊で兵士だな、はい、あいつ分かってねえな。あいつベトナム人のくせに。久々だな、この機械見るの。これちょっと説明してくれや、視聴者の人分からんで。ああ、これ、うん、いやこれ本当ちゃんと思うんだって。俺なんか営業とかにもさ、こういうのちゃんと説明しようよって言って、こんなんで使う塗装があんまねえだろ、そうないんかな。うん、いつも叩かれるけどさ、いや、やってるとこはやってるよって言うけど、そうだよな。だけど民間の塗装会社でこれ使ってってないよな。塗装屋さんがやるもんな、大体な。塗装職人さんが、シール職人ってあんまないよね。持ってる人は持ってますけどね、塗装職人さんが。あと防水屋さんとか、防水屋さんも、防水屋は、まあ、そうだよな、防水屋はシールやるもんな。結局なんでこれ機械でこのグニグニ混ぜとんの。硬化不良を防ぐために。ん、硬化不良を防ぐために。なんで硬化不良って言うの。どういうこと。硬化しずにそのまま柔らかい状態のままのシール剤になっちゃったら、うん、もう酒飲んだんちゃうの。また飲んでないでしょ、シャリンか。逆に最近酒減らしたの。でも顔つき全然違うな、体力になったな。痩せたってよ、よく。あのまんで。そう、なんでかわかんないですけど。調子はいいんか、数字は。いいと思います。目標立ててやってる、はい、仕事を増やしてもお客さんを。これ動画でさらって言うけど、あれだよな、もうシール班は完全売上制みたいなとこやな。そうです、ね、まあ今までの給料は保証するけど、もちろんそこからこれ以上上げて、もう完全にそれでやってくれって言って、もうその代わり俺はもうシーリングはノータッチですみたいな、はい、何を、なんだかんだ、まあ今ちょっと人数減ったか。もう今は人数減っちゃって、だいぶちょっと偉いですね。僕なのに大きい現場が今22です。日本人一人のベトナム人しかいないの。あ、4人だけ。4人だけです。勝手に視聴者に言うとこ、また何かあってやめたんじゃねえんかって言うけど、ちゃうよな。引退と、引退と年取って引退と独立して、独立で、あいつだよな、あの俺が問題の動画だよな。やってるつもりがないんで、申し訳ない。こんな風に死んだろうって。どうした、ちゃんとでも手伝ってくれるんだろ、あれ。頭にうちの仕事、2階の仕事もやってくれてるんだろ。ああ、やってくれてるんだろ。前もこっちはそれよりも2駅のことじゃん。一応2駅使ってますよって。なんかないの、新品。これがなかなかないんだって、2駅使ってるとこは。攪拌機ってそういうことじゃん、混ぜなあかんから。そうですね、これを使ってると、あの普通のみんなコーキングみたいなホームセンターで売ってるやつを想像しとるじゃん。っていうか塗装はそういうの使っとるもんな。使ってるとこもあるし、あ、うん、でこうやってあるじゃん。
カレーだ、カレーのなんかパックみたいなやつこれが味噌だろ、だれ硬化剤っていうの、硬化剤、うん、でそれを混ぜて、あれでぐるぐる混ぜて、はい、ほんでしっかりちゃんと混ざってないと硬化不良が起こすんだろ、はい、でベトナム戦争が起こすってことだろお前、はい、なんでやねん。でこれを何本使うの、一安定で、まあ、350m ぐらいある、大体普通の一般住宅って250から、まあ、大きいところで300いくつ、うんうん、だよね。で大体何本使うの、200いくつぐらいだったら3から4ぐらい、うんうんうん、まあ、大きさにもよるんですけど、うん、あ、めちゃ幅な、はい、うん、で大きいところだと、大きいところだと 350m ぐらい、まあ、一般住宅だとしてここはそれぐらいなんですよ、うんうん、多分一応6巻ぐらいは持ってきてるんですけど、6巻ぐらいは見とるわけだな、はい、うん、でも そうだよな、だってカートリッジだと思う、これだって4リッター缶だろ、これ4リッターです、6?4 だろ、変性シリコンは4、変性は4で、ウレタンが 6、値段はちょっと同じぐらいか、はい、同じぐらい値段、こっちが高いですね、こっちが高い、はい、4なのに、はい、でこれを使って、だって4リッターでしょ、カートリッジだったらこれ10、あれ350だろ、ま、ないのカトリッジ、これマジで知ってほしいわ、本当に。なんか俺らもう真面目にやってるけどさ、これ10なんねん、これもう真面目にやってるんだけど、320だからね、これホームセンターで売ってる、これ同じでも編成だけど、はい、1液バージョンだよな、1液のやつですね、うん、1液だから、まあ1液ってことはそれだけ、まあ要はもうだってこれって出しても空気乾燥なわけだもんな、そうですね、1液だとな、はい、だから表面から固まってくから問題なんだよな、2液だと中から固まるわけじゃん、そうです、ね、まあそれもお前営業とかも詳しいな中が2液っていうのは視聴者の人、あの1液も2液も関係変わらんじゃないのって思うけど、もう乾燥の仕方が全く違うからな、硬化剤が混ざった時点だから固まるからな、あれも、そうですね、もう置いといても固まるからな、蓋しちょっても、ラッピングしちょっても、はい、でこれっていうのは空気に触れて初めて乾燥するから、まあ、そういう余分なものがいっぱい入っとるんだよな、あと賞味期限があるんで、それ過ぎると固まっとるんですね中で、あ、マジ使おうと思ったらもう使えなくなって、賞味期限とか食べ物じゃねえんだよ消費期限だろお前320だよ、これだって15本ぐらいになってくるんか、320、10本で 3.2 リッターだよな、12から13だ、12、3本やで、はい、ってことはこれ5缶使うってことは 12×5 は60本70本いるわけでしょ、めちゃめちゃいると思いますね、でしかもこれあれだもんな、鳴らした時に何ちゅうの、視聴者の人ちょっと分かるよ、説明説明、鳴らした時にあの出るじゃん、あ、ロスな、どうやって説明したいんだ、一液だともう鳴らした時に溜まった材料はもうゴミになっちゃうけど、まあ、あのままな機械でやるから戻せんからな、あの機械にな、あのチューブに戻せんもんな、うんうんうん、二液だとガンにもう一回すれ直して、あ、ガンがあるもん、ガンあるもん今日、あ、今ガンちゃんベトナムかお前今日ベトナムとそれちょっともっと構えてお前捕まるぞお前警察捕まるぞお前たわけか怒られるぞお客さん、あ、そうだね、これカートリッジ用だよね、1液用のガンで、これは2液、もうこれ取ってちょっと見せちゃってよ、取って、あ、そうだね、こうやってそうやって材料懐かしいな、これね、吸ってやるから要はロスが2割3割出るわけだろ、そうですね、でそれが全部出るもんで、だいたい そうするとあれか、12、3本の6缶分だれ70本だけど、もうさらに2割だとしたら80本は90本がいるわけだよな、だいぶいると思いますよ、前そうだよな、違う塗装屋さんの仕事やった時に材料支給 で、うん、で1液だったんですけど、うん、もうめちゃめちゃ使いました、現場でお客さんからグラムなったもんな、あ、ちゃんとやっとるとこもあるんだ、80本か100本ぐらい、だってさ俺らが医療行って支援が10万か15万15万ぐらいなわけじゃん、はい、今日でもこうやって3人入って2日目なわけじゃん、まあもうちょっと取っとんかな、 350m あったら500円で計算しても 300m 15万か、そうですね、500円で15万ぐらいで20万ぐらい、打ち替えとあれで値段が違うだろ、そうですね、またうん、だってこれがさ15万だったら材料だけで15万いくやん、本当にやっとったら、はい、1本1000円だろ、1000円だとしても俺だって材料だけで10万だもんな、本当にじゃあ全部打ち替えたらお前10何万の金額いっとんだぞって、はい、じゃあどうそれを15万20万でやっとるとどうやってやっとんだってなるかな、はい、手間ゼロだろなそれ無理だよな、だからまあ本当目立つとこだけだろあんなやっとんの、まあ、これ全部が全部いったらまた視聴者が流れるんだけどまあしょうがないわな、 YouTube で自分たちが思っとることを発信する場だもんで、だけど無理だよな、
今なんかもう下げ合いっしょんだからさ、俺もお客さんも客出してな、ね、材料も材料の値段がちょっと上がってきてるんで、上がってきてるから単価が上がってないので材料の値段だけはもうありえねえわな。やっぱもうだってそういうとこおるわけじゃん、こういうなんかカードリージーでパーってやってもっと仕入れ10万円とか5万円で客出しするとこあんだもん。どうやってやったんもじゃあ、じゃあ俺はもうそれもうやりたいよな、こんなもんやらずに、はい、塗装職人が一日で終わるぐらいのさ、チュッチュッて、まあ、悪いとこだけちょっと雇ってって言ってさ、あのやったら残るわな、金も、ね、この値段でやってるの。ちょっと見させてもらおうか、現場はどうか、何やっとんの、撤去、いやもう行くし、あサリサリシーの仕業見たら、なんでベトコンなんだよ、お前、マジで、お前、人殺しよるんだよ、違う、普通なんぞ、お前。なあ、アメリカ兵に鉄砲を取り寄るところしか、覚えんぞ。なあ、アメリカ人も戦っとるぞ、こいつ。何やっとんな、お前、もう。まあ、まあ、おい、もういいや、あ、脚立のこと、脚立。あ、あるか。撮影しろぞ、これ。脚立、あ、置いてない。はい、もうなんかしゃべくっとるやけど終わっちゃったやろな、はい、前たまでじゃあちょっとやってみ、もういいよ、トアン、トアンの腕見せ、上やらせるわ、ちょっとトアン最速でやるよ、最速で金になるスピードでやれ、金にあっ、エドコンがシールを打っております早いな、さすがなら綺麗だな、ちょっと少ない、これ難しいんだよな、少ないとまた入らんだろ、あでもああやって逃がすとちゃんと流れていくもんね、いいか、はい、あー上手だ、やっぱ何年ももう6年になる、6年もうだって実習生じゃなくて特定技能になったんだろ、そうです、うん、これは本当にね、みんなあのぜひあの経営者の人とか問い合わせてください、あのうち特定技能であの実習生ベトナムにいっぱいおるんだよな、日本に来た人が何万人っておるもんで、その人たちをもうこの特定技能にすると何年も働けるから、要は今度は直接雇用だから、あのその書類とかもうるさくないし、全然お前も実習生だろ、あ特定技能だろ、あ今特定技能だと給料いいだろ、多少ちょっといい、少ない少ないよ、これ全然じゃないわあいつ笑っとるやんあこれ、あこれちゃんとボコボコに合わしとんだ、やっぱうまいと、はい、とはうまい、うまいっすね、2人とも、ほんと、まあ、長いもんな、どこ行ってもうまいって言われるんですよ、ほんと公園行ってる、あ、ほんと全国の仕事とかでも、はい、あ、マジで、これ根性が違うもんな、こいつは日本人と、大手ゼネコンの仕事やってるんですよ、クレームなかったっす、あ、ほんととは、はい、隠れてお前コソコソやっとらなかった、お前こんなことばっかりやってるんですもんうわ、まあまあ、手つきが全然違うわ、これこの段を拾ってかんと、うん、テープめくった時にヒゲがブワーって出るんですよ、ああそういうことな、うん、この段々をこうやって上手に、もう手つきがすげえもんな、あんま段拾うのがめんどくさいですね、 これがヒゲって言って、あこれちょっとこれ出るな、これちょっとだけ出るんだけど、多少は絶対出る、多少は出るな、あのひどいとで、これペペってハゲで直すんだろ、あはい、うん、これがもう手間だわな、これ組み替えね、ベトナム帰れお前、このヘルメットかぶってあちょっとそれ見せて、でこんだけちょっと、うんそうそう、これだけロスが出るけど、これまたこれに戻すんだろ、はい、これだけ出るんだよな、まあ、さっきちょっとあったで半分ぐらいと思うけど、でそれもあんまりロスが出んようにやるのが、まあ、個数の削減だろ、早くなる秘訣だろ、あんまりいっぱい出てもダメなんだろ、最初の頃はいっぱい出ちゃうんだろ、ほんでな、そうだよな、で、 できるだけギリ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 で入れていくわけだろ、そうです、少なすぎたらまたこうモコッと並んでいかんし仕上げれなくなる、もう多いとかってロスが出るとまた何回も戻さなあかんで、戻す作業が、コースが増えるもんで、材料が多いと、うん、横にはみ出んようにやるもんで、うん、何回も何回も取って、もうあそこに戻さなあかんでな、ガンに、だけどさ、それぐらいのことをやってさ、その何百円の世界で俺らやっとるわけじゃん、はい、本当にもうちょっとあの職人のことを評価してほしいよななんかさ、世の中の人って20秒って本当思うもんな、なんかクソだとかバカだとかさ、中卒のアホンだなとかさ書かれるけどさ、俺本当思うんだよな、いや本当に毎日毎日毎日同じことだけやったやつにだけしかできないこの技術じゃん、そうですね、そうそう、単純なことかもしれんけど、はい、それをこのひたすら毎日やったからできる
白物じゃん、はい、でそういうことだろ。で、まあ、何でもそうじゃん、将棋でも何でもずっとやり続けたらこうやって上手くなるんだよみたいな、その世界なのよお前。なんかもうちょっと職人給料上げてほしいよな。もう俺か上げるのはな、はい、それなのよな。これ止まっちゃっとるじゃん。あ、もう15分しか回らないので、一応まあ 10分ぐらい回せば編成は OK。 あ、編成は、あ、じゃあウレタンもか。だって硬化剤が入ってるからもう固まり始めてるわけじゃん。そうですね。どういうぐらいで固まるの？冬場は遅いですね、やっぱ。どういうぐらい？でも次の日行ってもまだ固まってない時あるんで。あ、ほんと？表面だけ。あ、ね、それになるともう塗装の工程また伸ばさなあかんとかになってくるかな。塗装もちょっと養生できんくなってくるので。そうだよな。乾燥期間で1日開けんと冬場は。そうだよな。そういうことまでやってんだよ、おいら、お客さん。もうちょっとお金ちょうだいよ。言って視聴者に、お前、ちょっと職人で、お前、口割りでいいよ。ちょっといい。視聴者、お客さんに、丁寧に言えよ。お客様、もうちょっとお金をください。このベトコン野郎が。よし、終わろうか、じゃあ。はい、視聴者皆さん。また、小林カメラマンが、今日現場の話を真面目に、静かに、山口 のいい反面を見たじゃない。初めてじゃないかな、ちょっとアルコール抜けてる。大体動画アルコールネタだろう。はい、大体アルコールネタっすね。な、久しぶりっすね、こんな。お、仕事は真面目にやってますっていうところを、はい、撮らせていただきました。皆さん以上になります。じゃ、せーの、また見てねー。